水金梅は赤葉の花鳥舌で属の一種で水辺に生育する中水性の多年生総本である。本種は他の植物のように直立せずに地面を這うように面的に生育する。その際、節から植物体の固定のために不定根をガス交換のために呼吸根をそれぞれ伸ばす。茎は折れやすくひとたびちぎれると別個体として振る舞う。河川のさすや 平地の水田など、自然的、人為的格乱の起こりやすい環境を好む格乱地、依存植物である。洪水や、後期などによって、植生が破壊され、陽光の当たるラッチが生じると、ちぎれたシュート変や毎度種子の発芽などにより、群落を拡大させる。春から秋にかけて五花弁からなる、黄色のついたチ花を咲かせる。果実は、果てであるが、成熟しても、 ユリや花勝負のように果実は避けず、種子を巻かずにそのまま果実ごと落下する。土壌に埋没した後、数ヶ月をかけて果皮が分解され、種子が散布される。本種は張って生育するため、草丈はせいぜい50から60センチメートルである。太陽光が十分に当たらないと生育できないため、ヨシやガマなど本種よりも草丈の高い植物が生い茂ると、光をめぐる競争に負けてしまい。 生育できない。水金梅の生育が確認されているのは、千葉県、神奈川県、高知県及び宮崎県の四県のみであり、環境省レッドデータブックでは絶滅危惧エ a 類に指定されていたが、二千七年版、RL では絶滅危惧ツー類に分類された。中国に分布の中心があり、水稲栽培が中国大陸より伝来した有史以前に日本に紛れ込んだ。 ふみ前んきかと考えられている。本州の生育地のうち、唯一の都市河川であるかし川では、大学、地域住民、行政が、本州の保護活動を行っている。2006年より、治水工事による川床整備のためかし川から、河内遊水地に仮移植された。かし川では治水工事と、並行して、本州の生育基盤の設置を進め、2009年2月末には、 元の川へのすべての移植が終了した。吉田大橋の真下のところにも生育してたが、工事の際の移植に失敗し、現在は消滅している。日本には次のような禁煙種が知られている。ありがとうございます。